ユステ修道院ユステのカール5世、ウジェーヌ・ドラクロワがユステにて、カール5世と越見するドン・フアンでアウストリア。ユステ修道院は、スペイン、エストレマドゥーラ州、カセレス県、クアコスでユステにあるかつてのカトリック教会の修道院。2004年に、スペインの歴史遺産に登録された。修道院の場所は、14世紀に、 プラセンシアからやってきた二人の忍者が修道院を建てた場所であった。ユステ修道院が初めにその名を表したのは16世紀であった。そこではヒエロニムス会の修道士たちが歓迎され、木想の生活を続けられた。修道院と付属教会には、ゴシック様式の要素が今も残っている。1556年、神聖ローマ皇帝カール五世は、スペイン王位を 長男フェリペ2世へ、新生ローマ皇帝位を、実帝フェルディナントへ譲った後、ユステ修道院へ引退した。皇帝と、その側近60人から70人のために場所を提供するため、1556年に修道院が拡張された。元皇帝がユステで暮らした間、フェリペ2世を含む多くの宮廷からの品格がカールを訪問した。 1558年9月21日、カール5世は修道院で亡くなり、付属教会に埋葬された。しかし後に、フェリペ2世の希望によって、遺体はエルエスコリアル修道院の王室霊廟へ移送された。スペイン内戦で修道院の建物に火が放たれて破壊された。ヒエロニムス会の修道士たちは追放され、残った建物は永体所有財産解放令によって、 競売にかけられた。修道院は廃墟のまま打ち捨てられた。1949年、フランコ政権によって修道院は原型の設計に沿って再建、修復がなされた。ウィキメディアコモンズには、ユスって修道院に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。